暑い。今から魚釣り行っていきたいと思います。いやー今日は暑いな。35度だって。今回使う釣り竿がデデン。この日をどのだけ待ち望んだか。よし行くぞ。体怖い。え、何これ。いや7月15日って最近なんだけど。え、マジで言ってる。だってここ俺の家の近所なんだけど。いるの本当に。いきなり企画倒れなんだけど。帰ろう。よいしょ。はい、皆さんどうもこんにちは、たあゆです。いつも動画をご視聴いただき本当にありがとうございます。ご報告させていただきます。引っ越しが完了いたしました。いやー荷物すげー大変でした。髪の毛もなんか大変なことになってるな。早く切りに行かないとな。引っ越しって大変だな。全身が痛いです。腰もなんだかすごく痛くて。ちなみに家の近所でクマ出ました。言っておきたいことがあります。これ鼻クソじゃないからね。ほくろ。コメント欄で鼻クソついてますよ。それではどうぞ。はい、ということで今から始めていきたいと思います。まずは玄関から。もうなんか情報量が多いですよね。初号機今までずっとあったんですけど、紹介し損ねた。これ実は夜勤明けから帰ってきたら扉の前にボンって置いてあったんですよね。多分視聴者さんかな。本当にありがとう。嬉しかった。この犬は羊毛フェルト、僕の母親が作りました。器用だよね。メルカリで売ってるんですよ。概要欄にリンクを貼っておくので、よかったら買ってみてください。カメだね。これはね、ダークソウルのアイテムの瓶ですね。エスト瓶。ムック17歳。めっちゃ年濃かったな。会えるんだったら撫でてやりたい。で、鍵入れ。シャクレルプラネット。これツルハで1000円で売ってたんですよ。もう汚いわ。今年のね春ぐらいに買ったんですけど、ボロボロ。で、靴箱。押し入れ。ドローン。これ父親のお下がりですね。すごい難しくて。宝の持ち腐れ。釣り竿。メインで使ってる釣り竿がこれですね。サビキ竿ですね。これが一番なんだかんだ釣れるな。車の洗車に使ってるやつですね。下は釣り用品とキャンプ用品が転がってます。なんかルームツアーっていうよりガサ入れみたいだな。よいしょ。さて、部屋の全体像です。この絨毯は新しく買いました。ニトリで6000円ぐらいだったのかな。テレビ、中国製ハイセンス50インチのテレビ、当時4万円でした。これめっちゃいいんでおすすめです。テレビ台の下はプレステ4とエヴァ除波9ストーブ。ここにはガストン・ルーガのカバンが置いてあります。初めての案件なんで思い出深いです。これねすごいんですよ。炊飯ジャー入りますからね。マジでおすすめです。これ大容量。こっちはメインで使ってるカバンですね。よく夜勤中これ見て何作ろっかなと思って見てますね。コルセット、筆箱、入浴衣、あとはシップと買い物袋、財布。この財布めっちゃおすすめです。3年ぐらい使ってるけど全然ボロボロにならない。で、別角度から見るとこんな感じです。このテーブルももう2年ぐらい経つのかな。これ何のキャラクターかは分かんないんですけど、パンダで一目惚れして買いました。あ、これ変身したらこれになるっぽいです。うん、怖いな。ソファーも変わらず、クッションも変わらず。ここが動画編集スペースですね。
で、メインで使ってんのがマウスのノートパソコン、デスクトップ、で、友達が1万人記念でくれたリングライト、ありがとう。 Bluetooth のスピーカー、これゲオで売ってましたね。で、普段使ってる三脚、 iPad、 これもだいぶ経つな。あ、Mac です。 GoPro ですね。これ結構おすすめですよ。下には僕が普段使ってる胸につけるやつ、これつけてね、最初は街中とか歩けなかったけど今平気になっちゃいました。で、生放送で使う時とかナレーションを追加したいなと思ったらこれ使ってます。引っ越しは金かかる、火災保険2万円。台所、そして身の丈の合ってないウォーターサーバー。4年ぐらい前の家住んでたんですけど、4年以上の人は無料で水とサーバープレゼントみたいな、それに該当してたみたいで、タダでいただきました。本当にありがとう。もしかしたら返すかもしれない。なんかね、身の丈合ってないんだよな。でも便利ですよ。お湯と冷水が出ます。炊飯ジャー、もうコーティング剥がれちゃったな。釜だけ売ってないかな。この中は煎りごま、唐辛子、寒天、塩、パン粉、米粉、いつもの冷蔵庫。引っ越しの時に片付けたんでまだ何も入ってない。冷蔵庫、ゾーンと麦茶、じゃがいも入ってますね。念願の IH 脱 LP ガス、やったーみたいな。前の2口コンロは友達にあげました。俺はスルハで売ってた汚れ防止用のシートを貼りました。なんかいい感じになったな。で、こないだハヤシライス作って食いました。やっと食べきった。水回りで、この中は調味料系ですね。この中はこんな感じ。こっちは包丁、ゴミ袋、米、これもらい物ですね。こっちは寝室ですね。ペットボトルとカンカンはね、置き場所なくてここに置いてます。この絨毯は前の家でも使ってました。このカーテンもそうですね。これが2口コンロと交換してもらった布団ですね。ギター、これはね、知ってる人は知ってると思う。黒歴史オツ、初期から見てくれてる人はこれ知ってますよね。腹筋ワンダーコア、まだ使ってますよ。サボってないですよ。あとは服、パーカー、ジャケット、枕。エヴァンゲリオン 3,4 回見に行きましたね。1回じゃ理解できない。でもめっちゃ面白かった。服もだいぶ減ったな。帽子、あ、そうだ、僕あのビジネス介護福祉士って言われたんで証明しようと思います。悔しいんで。ちゃんと勉強して取りましたから。社会福祉主事任用資格証明書、地域支援専門員認定資格証、介護福祉士の実務者研修、奥ビク色長老、ちゃんと鈴木の直道さんからハンコもらいましたよ。次はお風呂場です。いつもの洗濯機、すいません、洗濯物干してます。あとこれ灯油なんですよ。脱 LP ガス。風呂場、めっちゃ綺麗。前の人10年ぐらい住んでたみたいなんですけど、なんかほとんど風呂入ってなかったんじゃないかな。あ、たかしはここにいます。今名前つけました。で、こっちがトイレ。ここのトイレなんて最新なんですよ。これね、自動で流れるっていう。いやー、トイレも自動で流れる時代になったんですね。これ最初びっくりしちゃって、怪奇現象じゃないかなって思ったの。マジで焦った。はい、皆さんいかがだったでしょうか。僕の部屋はこんな感じです。
ょっとなんか広すぎな感じもするな。いや、何が一番でかいってエアコンですよね。もうエアコンすごい。あと天井がピンクじゃないっていうのが最高ですね。すごい落ち着ける。うん、よかった。よいしょ。綺麗で大きな家なので大事に使っていきたいと思います。はい、じゃあ皆さんご視聴ありがとうございました。またね。よし、寝る。